ひばばが僕に言いました。一日の始まりの挨拶は、きっと毎日を笑顔で過ごせる魔法の街ないだ。ある日ママが僕に言いました。 ご飯をお茶べるまえの愛しゃきは、小ちちあわしほかみしめるための魔法のしょっぱいしゅらよ。こちょばちょこちょばがめぐりあちゃこのせかいよ、このせかいよ。めぐりあげちゃいるから、おはようはのかしらかおやじみなさい。 いただきましゅのかしらか、ごちそうさま。いくつものことばが響きあちゃ、いくつものことばが生まれちゃるよ。 ある日パパが僕に言いました。喧嘩をした後の挨拶は、いつでも誰か仲良しでいられる魔法の愛言葉さ。ある日ママが僕に言いました。お家に帰る時の挨拶は、疲れた心に明かりを灯すような魔法のスイッチなのよ。 ちょばちょこちょばがすれ違っちゃい、きじきじきじき、悲しむこともあるけど、ごめんなのかしらか、ごめんなさい。ただいまのかしらか、おかえりなさい。何気ない言葉を重ねなっちゃ、何気ない毎日作ってるよ。 おやじみなさい。いただきましゅのかしらか、ごちそうさま。いくつものことばが響きあちゃ、いくつもの笑顔だ生まれちゃるよ。